かれ！火器を水の底に沈めるのだ。はっ。曹操殿のもとには才覚あふれる幕僚が揃っておるようですね。しかしなぜ呂布は弾薬を使わぬ。なんだこの音は。見せるな。来たか。極陽や勝敗にはなかった濃い妖気を感じるわ。よからぬことが起きないといいけど。呂布に勝てねば元も子もありませんからな。純幾殿あたりがまたへそを曲げそうですが、市政に犠牲を強いる水攻め、あえて取らせていただいた。膠着した戦局に妖魔まで城内に乗り込む始末。こうなると指し物呂布も虎の子の弾薬に頼る公算が大きい。貴殿の武勇頼りにさせていただきますぞ。膠着した戦局にこうなると（笑）よし、一丁行くか。
の勢いは衰えたみたいだけど、水のないところを伝って進むしかないわね。街全体が水に浸かってる。兄さんのいる場所は無事なのかしら。ひとたまりもないかも。気をつけなきゃ。私たちの住んでいた村も戦に巻き込まれて、家も両親も失い、泣いてた私を兄さんがいつも励ましてくれた。二人で助け合って
なんとか生き延びて。王室が拾われて、天柱山に逃れたの。
ちるなんて。脆くなってたのかもね。悩み事があると背中を向ける癖があると。子供の時から全く変わってないわ。でも一体何を。絶対聞かなきゃ。兄さんは確かに主を殺して弾薬を奪い世を乱している。でもそれは私の知っている兄さんじゃない。それで変わってしまったのか。私は突き止めたい。天中山、兄さんは戦術と武術の修行に励んだわ。全ては私を守るために。交渉は俺が守る。それが兄さんの口癖。口癖の通り、私はいつも兄さんに守られてきた。今度は私が兄さんを助けたい。兄さんはそういうことを言われても仕方がない。でも今ならまだ兄さんを止められるかもしれない。お願い、私が力を借りられるのはあなただけなの。
その品でさらに活躍できるかもね。警戒が厳重ね。きっと兄さんは近いはず。
何ここ隠し通路もしかして
この先にいるの。アホどの南極に陥りながら、なぜ弾薬を使わぬ。俺はこの時を待っていた。弾薬の加工、何としてでもここで立つ。
戦乱の元凶を知った俺は右吉討伐を決意した。相手は弾薬をばらまき妖魔を操る狂乱の同志。生きては帰れぬ。俺を育んでくれた里の者、そしてたった一人の肉親は巻き込めない。里を飛び出した俺は忠誠を装って董卓の元へ潜り込み、右吉の動向を探った。仮面の奥に真意を隠して、弾薬を美羽へ運ばせ、諸侯に広まるのは不正だものの、右吉の行方は一向につかめず、焦った俺は賭けに出た。弾薬を奪い使わずにいれば、右吉は姿を現すはず。策は当たった。だが俺の力は奴に一歩及ばなかった。俺を倒した強者よ、右吉を撃て。妖気の根を断つはお前に託す。呂布殿は貴殿を巻き込まぬよう苦心されていた。全てを背負い一人で戦っていた。拠点が炎章の手に落ちたようだ。兄者と駅徳も行方がわからぬ。関羽殿、貴殿さえ良ければ一時曹操殿の世話になるのはいかがか。劉備殿を探すにもまずは目の前の敵を撃たねばならん。炎章様の星が落ちるとは。天の星が新たに3つ、何かの兆しでしょうか。